助けて助けて、これ助かる道あんの？あ、ピッケル持ってれば。持ってねえ俺、やばい、ちょっと待って、タクミピッケル持ってた。はい、というわけでどうも皆さんこんにちは、ピクトです。というわけで今回もタクミクラフトやっていきましょうってことでですね、前回紹介できなかったタクミをね、また新しく紹介していこうかなと思います。というわけでね、まず1匹目早速ね、もう早速紹介していきますから、今回は。ってことで今回ね、最初はですね、このね、海守るタクミって書いてあるんですけど、まあこれはね、ガーディアンですね。ガーディアン匠を追加します。はい、ちなみにこれね、ちょっと待って、危ない。ちなみにこれ 1.8 で 1.7.10 で今やってるんですけど、 1.7.10 でもガーディアン匠はねちゃんと追加されます。はい、でこれバージョンがね 1.8.10 だと爆発レーザー撃ってくるらしいですね。はい、 1.7.10 だとなんかレーザー撃ってこないらしいんですけど、普通にやったら爆発するだけみたいですね。なんか動きやばくなってないお前なかなか不可思議な動きして、危ない、ちょっと危ないって、ちょっと、まあこんな感じでね、ガーディアンなんか挙動がおかしくないかこれやばい挙動してるんだけど。じゃあ次、音匠呼んでみましょう。音匠なんか一回紹介したような気がするけど、気のせいか。はい、音匠こちらですね、爆発するとですね、痛い、そしてですね、再生中ってなってるんですけども、あのキチレコがねうわー、びっくりした、キチレコが流れるんですよ、こいつこいつは。ちなみにガーディアン匠って倒すとなんかもらえるのかな。一応攻撃してみるか。よいしょ、あ、イカスミもらえるっぽいですね。ちょっと待って、キチレコ長えな、これ。いつまで流れんの、これ。これ結構ずっと流れてんじゃね。一応さ、ちょっと、音匠の方も倒すか。間違って爆発させちゃった。ちょっと待って。また不安になるんじゃね、これ。不安になる。不安になるからやめてくれ。よいしょ。よし、OK。あ、やっぱりこいつは、キチレコをね、落とすみたいですね。うわ、ちょっと待って。これいつになったら終わんのこれ。耳が痛くなるからやめて。よし、じゃあ次の匠なんですけど、次はですね、エンダーマイト匠を紹介していきたいと思います。エンダーマイトの匠だからね、結構サイズがちっちゃいんですよね。うわ、ちっちゃ。ちっちゃい、体力もなんか少ないね。8しかないっぽいね。こいつなんかね、倒すとですね、あの、エンダーアイを落とすんですよ、こいつ。やばいよね、これ。エンダーパールじゃなくて、エンダーアイを落とすから、こいつ見つけて倒せば、もうすぐね、すぐもう遺跡見つけられますよ、こいつ。便利系の匠ですね。はい、じゃあ次はね、このね、雪守る匠、まあスノーゴーレム匠なんですけど、こいつなんか雪玉投げてくるらしいんですけど、雪玉投げてくんないかな、早く。ちょっと待って、こいつめっちゃ爆発。何今の。ちょっともう一回、ちょっと待って、めっちゃ飛ぶし。スノーゴーレム匠強くね。こいつめっちゃ爆発する上になんか雪玉撒き散らして雪玉を爆発するってすごい立ち悪い匠なんだけど。あ、これかわいい。かわいい、これ。スノーゴーレム匠かわいくね。あ、一応痛い。ちょ、待って、あいつ倒したいわ、ちょっと。何落とした？あ、雪だ。普通に雪だ。シンプルに雪落としましたね。じゃあ次、このね、なんかスポーンエッグがすごいなんか鮮やかな色してるんですけど、これなんて読むんだろう、これ。光匠ってものかな。うわー、色すげえな。こいつ倒すとなんかもらえるのかな。特にアイテムは落とさないっぽいですね。こいつ爆発するとですね、あの、爆発に触れたモブをですね、匠化するということで、ちょっと試しに。え？爆発に触れるだからあれか。直接爆発食らわしちゃダメなんだ。え、ちょっと待って。あ、よく見たら俺今、匠化ってなんか、ついてんだけど。え、俺自身も匠化すんの？いてえ、ちょっと待って、いてえ。ダメージめっちゃ食らう。匠化っていうなんか謎のエフェクト見っけた。え、これになると、え、待って、やばくないかこれ。意外と強くね。試しにさ、ちょっとさ、豚をいっぱい呼んでみてさ、ちょ、こいつ爆発させてみればさ、匠に、あ、匠化ってそういう匠化じゃないのか。エンチャントというか、なんか、能力的な感じで匠化しちゃうのか。で、なんか、いや、一応痛い。匠化になると、なんか、一定時間ごとに爆発するのかな、今。多分4、5秒ぐらいしたら、なんか爆発するみたいな。そういう感じかな。あ、ちょ、痛い。どういうこと？え、匠化の能力が未だによくわかってない。なんか、歩いてると爆発しちゃいますね。急に爆発する。怖え。
よし、ってことで次はね、ちょっとね、雰囲気を出すためにちゃんとネザーに来てみましたってことで、次紹介する匠はネザー系の匠です。はい。で、ネザー系も追加されてね、今度はね、このフブタ匠、ゾンビピックマン匠ですね。こちら、うわ、結構、色やべえな。で、このゾンビピックマン匠が爆発するですね。なぜかね、こう、ゾンビ、待って、ゾンビピックマンがね、攻撃してくるようになるんですよ。ちょっと待って、怖い、やだやだ、やだやだ、こいつは強く、やだ。え、爆発に当たったゾンビピックマンとかじゃなくて、こいつが爆発した瞬間に、もう、あれか、みんな襲ってくるのか。ちょっと待って、危ねえ。めっちゃ体力回復する、すげえ。すげえ。はい、これで、安心。これで安心。必殺クリエイティブモードがあるから。まあ、ゾンビピックマンはこんな感じでね。はい、なかなか、色がなんか余計緑色になってるわ。気持ち悪いな。じゃあ次紹介しましょう。結局なんかクリエイティブのまんまになってるけど、これさ、戻したらさ、また襲ってくるのかな。え、怖いんだけど。あ、治ってないね。治ってないので、このままやっていきます。はい、次はですね、この、極匠ってやつですね。はい。うおー、なんか、かっこいい。極匠かっこよくね。ちなみにこいつに爆発されるとですね、多分即死なのかな、わかんない。即死ではないかもしれないけど、まあ、ほぼ確実にやられるみたいな。はい。こんな感じで、ちょっと待って、助けて。溶岩が来てる。待って、必殺クリエイティブ。危ねえ。あの、極匠に爆発されると、このようにね、これなんて読むのこれ、処刑台みたいなところに連れ去られて、まあ、ゆっくり溶岩に落とされるっていうね、すごい。すごいこれ、もういや、やばいでしょ、これもう完全に。死ぬんだけど、ちょ、もう一回最後に。さあ、これ助かるのかなこれ。あ、ちょっと待って。これは助かる道あるのか。ちょっと待って、助けて、これ、助かる道あるのか。これ、ピッケル持ってれば、持ってねえ、俺。やばい、ちょっと待って、タクミピッケル持ってない。タクミピッケル、ちょっと待って、めっちゃ噛んでる。タクミピッケル持ってれば、ギリギリ、こう、ここ壊せていけるんじゃないかな。ちょっと待って。必殺クリエイティブ、よし、OK。ちょっと待って、どうにかして脱出したい。匠ピッケル持ってればこれ脱出できるんじゃないか。俺の予想ね。よし。じゃあ、極匠脱出チャレンジするわ。これ持ってれば、もうこれで逃げられるっしょ。余裕っしょ。あ、余裕だわ、これ。余裕っすわ、これは。これは余裕っすわ。余裕で抜けられると。はい。まあ、だからね、こう瞬時にピッケルとか持ってないと、まあ、一瞬でマグマダイブになっちゃうと、危ねえな、本当に。危なっかしすぎるだろ、これ。はい。はい。そんな感じですね。恐ろしい匠がなかなか追加されてるというわけで。というわけで、まあ、今回はね、これぐらいで終わりにしたいと思います。次回もよろしくお願いします。では、じゃあね、バイ。最後までご視聴いただきありがとうございます。ぜひチャンネル登録、高評価、よろしくお願いします。それでは、じゃねばーい。